自動車か。なかなかのパワーとスピードだ。このディオが生まれた時代は馬車しか走っていなかった。ボンジョールの。ブツブツ言ってないで前へ行け。ウジョルノ、運転しろ。ほう、向かってくるのか。バカだったよ。俺は分かってたんだ。お前、俺の顔を立てるために初めから負けると分かってこんな嫌な役を引き受けたんだろう。俺のせいだ。池谷先輩、後追いを選んだのはそれなりに考えがあるからですよ。何？勝てるかどうか分からないけど、初めから負けるつもりなんてありません。俺そう思ったんですよ。これ以上行かれたらこっちはもう限界超えちまう。いたな、もっと追いつけ、もっと近くに。近くでなければザワールドは使えん。ちゃんと前を見て運転しろ。動けん、わかな。